ロサンゼルス・エンゼルスでメジャー5年目を迎えた大谷翔平選手が2022年5月14日にメジャー通算100本塁打を達成しました。メジャーリーグという世界最高峰の舞台で日本人選手の100本塁打という偉業を成し遂げたのはニューヨークヤンキースで活躍し175本を放った松井秀喜、シアトルマリナーズで活躍し117本を放ったイチローに続く3人目となります。さらに松井秀喜氏が達成したのは大谷選手と同様にメジャー5年目の当時33歳の時で636試合目、そしてイチロー選手は38歳の時に1851試合目で達成していることを踏まえると、大谷選手が27歳という最年少に加えて登板試合を含めた459試合で達成したことの凄さが際立ちますよね。そんな大谷選手が偉業を達成したのはオークランドアスレチックスとアスレチックスのホーム球場であるオークランドコロシアムで行われた試合でした。この試合は1日のうちに2試合を開催するダブルヘッダーで行われ、この第2試合で第1試合に続き3番 DH で出場した大谷選手は5回の第3打席で今季7号2ランを放ったのです。この日本選手として最速の偉業に対してアメリカの各メディアの記者たちもツイッター上で続々と反応を寄せました。アメリカのスポーツメディアジアスレチックのエンゼルス版であるサム・ブラム記者は試合中に大谷選手が偉業を達成した途端に翔平大谷のキャリア100号本塁打センターへの大きな当たりだったと速報をツイートしています。他にも MLB 公式サイトのエンゼルス版であるレッド・ボリンジャー記者もついに出た翔平大谷の100号本塁打中堅への一発と伝えています。さらに AP 通信のジョシュ・デュボー記者は翔平大谷は日本人3人目の100号本塁打達成者に秀喜松井が175本、イチロー鈴木が117本とメジャーの舞台で活躍した偉大な2人の日本人選手に続く記録であると伝え、米スポーツ専門局 FOX スポーツのアナリストベン・バーランダー氏は翔平大谷がすでに100本の本塁打を放っているという事実はワイルドだ、超速いペース、翔平の伝説は続くと興奮気味に語っています。試合を離れた場所で見ていた人たちもこの盛り上がりなので、現場は当然のことながらさらに盛り上がっていました。それはファンだけではなく、試合を現地で中継していたバリースポーツウエストは大谷選手の100号記念球を放送席に持ち込み、実際のボールを紹介しながら大谷選手の100本塁打達成を称賛しているのです。そんな全米各地各方面から称賛と驚きの声が寄せられるツイッターの中で、とあるツイートが物議を醸しました。そのツイートとはミシェル・タホヤという元スポーツキャスターによるものでした。その内容とは、エンゼルスの放送局、大谷のベースボールについてのおしゃべりはもう十分よ、バリースポーツウエストというもの。このツイートは即座に MLB 関係者や全米のメディア関係者、そして大谷選手のファンらからの批判が殺到し大炎上することとなりました。このツイートをしたタホヤとは元スポーツキャスターであることからも、実はアメリカの特にスポーツの世界では有名な人物なのです。タホヤは1990年代からスポーツ放送に携わっており、 ABC、 米スポーツ専門局 ESPN、 NBC など全米の主要テレビ局でスポーツキャスターとして活躍しました。さらに通常のスポーツ中継だけではなく、オリンピックの中継や NFL スーパーボールのフィールドリポーターなども務めています。ちなみにこの NFL スーパーボールのフィールドリポーターですが、特に全米のスポーツに関わるキャスターにとっては最高峰の仕事であると言われており、オリンピックに加えてこの NFL のフィールドリポーターを務めたベテランキャスターとしてその名を知られているのです。そんな彼女のキャスターとしての活躍が認められ、アメリカ合衆国で放送される優れたテレビドラマ、番組、テレビ業界の功績に与えられる賞であるエミー賞の一分野であり、特にスポーツ中継番組を対象としたスポーツエミー賞も受賞しています。このエミー賞は最も権威のある文化賞の一つであり、日本でも毎年話題になる映画のアカデミー賞や演劇のトニー賞、そして音楽のグラミー賞に相当するものなのです。このようにスポーツキャスターとしては輝かしいキャリアを積み重ねてきた人物であると言えます。さらに2022年からは政界にも進出し、ケンダル・クアルズ氏のミネソタ州知事選キャンペーンに共同議長として加わっていることもあり、さらにスポーツファン以外にも知名度を増しています。そのような特にスポーツファンから注目されている人物が大谷選手に対する批判とも取れ、さらに100本塁打という偉業達成に水を差すような投稿をしたのです。当然この投稿はネットを中心としたメディアの格好の的となり、一斉に報じられて大炎上することになりました。
大谷選手のファンからは、大谷が嫌いというのならコメントしないで、100号を打った大谷の話をして何が問題など1000件以上のコメントやリツイートが寄せられました。さらに一般のファン以外にも NFL の公式チャンネル NFL ネットワークでアナリストを務めるアダム・ランク氏は、僕はあなたの大ファンですミシェル、でも我々は誰もが皆大谷が大好きなんだ、ゴーヘイローズと批判しています。さらにダラスモーニングニュースでレンジャーズ版を務めるエヴァン・グラント記者も、同地区のライバル球団の中でもひときわ輝く大谷選手について、歴史に一人の天才で、昨年の MVP 選手を話題にすべきではないってどういうことだ、説明してくれないか、誰も大谷のことで飽きていないように見えるんだがと声を上げ、さらにバリースポーツウエストは、地元球団の活躍を促進するのが役目だ、あなたが言っていることをもっと正確に説明してもらえるかい、人々は大谷に関して満足することはできていないんだと続けています。他にもカリフォルニアのラジオ局である ABC30 のリポーターであるコリン・ホガード氏も台無しだとつぶやいています。このように他ホヤのツイートには、発言への批判と大谷選手、そして彼を称賛した地元局を擁護するコメントが大量に寄せられたのです。このようにまさに大炎上してしまったベテランスポーツキャスターのタホヤ、本当に大谷選手に対して批判的な感情からこのようなツイートをしてしまったのでしょうか。実はこの騒動には勘違いがあったのです。一体どういうことでしょうか。騒動の後にタホヤは自身のツイッターに同じように自身の発言をフォローするコメントを追加しています。本当に私のツイートをもう一度読んでみて、そうしたら大谷のプレーじゃなくてボールについてはもう十分よといったことが分かってもらえるはず。私が見て思ったのは、当時の放送では実際に打った大谷よりも打たれたボールを見せることばかりしていたわ。ホームランは素晴らしかった、でもそのボールの放送は少し多すぎたと思うのよ。これだけでは少し分かりにくいかもしれませんね。騒動の2日後、タホヤはニューヨークポスト紙に対して真意について語っています。彼女によると、14日の試合中継を野球好きな家族と見ていたそう。しかし画面の中では実況のパトリック・オニール氏や解説のマーク・グビザ氏が放送席で実際の記念球を前に、その打球について延々と話をしていたのです。そんな様子をフィールドでのプレーよりも放送席にあるボールの話の方が長いと笑い合って、少し皮肉を込めてもう十分という今回のツイートをしたというのが経緯でした。つまり大谷選手を持ち上げるのがもう十分という意味ではなく、大谷選手のボールについて話すのはもう十分ということだったのです。しかしそれが勘違いされてしまい、今回の炎上につながったというわけです。今回タホヤがうんざりしたのは、スタッフが回収した100号の記念球に関する話が終わらなかったことだったわけですが、この話の中でかつて NFL で脳卒中から見事カムバックしたテディ・ブルスキ選手の復帰戦を引き合いに出して、こう語っています。中継を見ていて家族みんな笑いが止まらなかったのよ。あの時の野球中継はまるでテディ・ブルスキの復帰試合のようだったわ。彼が脳卒中から復帰した時には、フィールド上のプレーやこれから何が行われるかに視線が向くことはなく、4クォーター中全てがテディ・ブルスキの話題だったじゃない。この野球ボールに関する話題は私たちの意見ではやりすぎだったってことよ。別に大谷を称賛することを怒ってるわけじゃないわ。みんなボールの話ばっかりしてて大丈夫って感じだったのよ。実際に当時の中継では、大谷選手が100号を放った直後の6回には記念球が放送席に届き、その後は記者席で報道陣が列を作って写真を撮る様子などを紹介していました。確かに大谷選手の偉業は祝福すべきですが、そちらに注目しすぎていると感じる視聴者もいることはおかしな話ではないのかもしれません。タホヤは間違ったことは言っていないのですが、今や大谷選手は野球界のスーパースター、発言の仕方に気をつける必要はありそうです。タホヤ自身も大谷選手については、そのホームランの瞬間自体は最高だったわ、彼は信じられないほど素晴らしい、大谷はとんでもない奇跡よ、素晴らしいわと絶賛しています。結果的には大谷選手に対する称賛の声が止まらなかったということですね。大谷選手にはこれからももっともっと興奮するようなプレーを見せ続けていってほしいものです。